ロシア軍が制圧した南部ヘルソンでウクライナ軍が猛反撃を行っているみたいだね。その一方でロシア軍は撤退しているという情報も入ってきているな。本当のところはどうなんだろうね。さて今回は、南部ヘルソンの奪還作戦には失敗が許されない状況について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。日本のラジオ局日本放送では飯田浩司の OK 浩司アップという番組が放送されているそうで、この番組の2022年8月31日の放送に数量制作学者の高橋陽一氏と、東京大学先端科学技術研究センター専任講師の小泉雄氏が出演していて、話題は、ロシアによるウクライナ侵略の行く末についてということで、南部ヘルソン州で反攻に転じたとみられるウクライナ軍について語ったみたい。ウクライナ大統領府は前日の8月30日、ヘルソン市及びその周辺やドニプロ川以西などの地域では、昼夜問わず大きな爆発が絶え間なく発生し、激しい戦闘が行われているという報告があり、ロシアの多数の弾薬庫とヘルソン州内ドニプロ川に架かる橋3本を全て破壊したと発表しているよ。またヘルソン奪還作戦を担当しているウクライナ軍南方作戦司令部が、橋が通行できなくなったためロシア軍が架けたとみられる船橋や、ヘルソン州に設置されていたロシア軍司令部関連施設12カ所も攻撃し、破壊したとも発表したんだ。それだけではなくウクライナ軍は同日、ヘルソン州で220回以上の砲撃を行い、ロシア軍の戦車などの装備を多数破壊したとも発表していて、つまり、ロシア軍が突然侵略を開始した2月24日の翌日、ほぼ全域を占領されたというヘルソン州で反攻に出たと思われることが明らかになったよね。翌日だから、ロシア軍のスピード進行にはびっくりだよね。初戦ではこのように驚くべき速さでウクライナ国内を制圧していたということだもんね。ヘルソン州での反転情報は西側諸国にとっては嬉しいニュースだけど、ウクライナのゼレンスキー大統領は国民に対して、スマホなどからの情報発信を自粛するようにと要請しているよ。ロシア側に情報が漏れないようにという要人だろうけど、西側諸国にもわからないということになるよね。この要請のせいで、南部でのウクライナ軍反攻の様子についての情報は遮断されていて、9月1日以降ザポリージャ原発関連のニュースばかりで、南部戦線の新しい情報がメディアからはほとんど発信されていないみたい。ウクライナ侵略戦争の帰数を握ると推測されるウクライナ軍による反攻について、前述の日本放送での対談については様々な意見があるようだね。高橋氏はともかく、コメンテーターとして人気がある小泉氏のコメントは額面通りに受け取ってはいけないと思うな。というのは、小泉氏の配偶者がロシア人女性であること、彼自身もロシアの兵器が大好きだったので軍事評論家になったというエピソードが有名で、政治家の鈴木宗男氏と同様ロシア通りだからだね。鈴木宗男といえば、ロシアとの関係が深いことで有名な政治家で、そんな鈴木宗男と同じようにロシアと近しい小泉氏は番組でウクライナの南部の戦況を語ったんだけど、ウクライナ側からの情報ではなく、ニュースソースはロシア側ではないかと言われているみたい。小泉氏が語ったことについて紹介すると、分かっている限りではヘルソン周辺に5方向くらい攻撃軸を作って反攻に出たようだが、現在のところうまくいっている攻撃軸は、そのうち1本だけ他の4本が陽動や偵察用だったのか、反攻したがロシア軍守備を突破できずに撃退されたのかは、よくわからない。そしてうまくいった攻撃軸についても、どれほどロシアの支配領域に届いているのか、本当にヘルソン市を奪還できるのかは、全く不明。うまくいけば、ウクライナ側が今回の戦争で初めてロシア側に反撃できる機会なので世界中から注目されているが、失敗した場合、ウクライナ軍の主力や戦軍が壊滅するという悲劇になりかねないと述べたんだって。ところが、ウクライナ側から伝わっている情報としては、ウクライナ軍は29日ヘルソン州でロシアの第一次防衛線を突破しロシア軍の1個連隊がヘルソン州の陣地から撤退した。また増援部隊の空挺部隊も撤退したと発表したそうだよ。オレクシー・アレストビッチ大統領府顧問も、ウクライナ軍が数カ所でロシア軍の前線を突破したと述べていて、この発表に対してロシアの国営通信社がロシア国防省関係者の話を伝えているんだ。ウクライナ軍がヘルソン州と隣接するミコライウ州で攻撃を試みたが攻撃は失敗。ウクライナ軍は大きな損失をかぶって撤退したということだけど、こういった報道の裏付けは取れていないみたい。さて、日本放送での小泉氏の発言は前述の情報を総合したような形だけど、裏付けとなるニュースソースが示されていないので関係者からの伝聞レベルでしかなく、額面通りに受け取ることはできないという結論が出てくることになったわけだね。小泉氏はウクライナが市民に対し、
スマートフォンなどの SNS などへの情報発信を控えるように依頼したことにも触れ、市民は何でもかんでも見せるわけではない。ロシア軍もウクライナ軍も、おそらくアメリカ軍でさえ、必ず戦線後方に特殊部隊を送り込んで情報収集活動を行っていると指摘。10年ほど前モスクワ在住だった頃の話を紹介し、長距離列車などに乗っているとモニターに列車の安全のお知らせのようなビデオが流れていて、線路に爆発物を仕掛けている人がいたら通報しろと乗客に指示していたと語っているよ。つまり、ロシアの情報収集活動が優れていることを強調した上で、だからこそ、気をつけろということかな。2010年平成22年頃のロシアはジョージア、グルジアやチェチェンなど、旧ソビエト連邦を形成していた周辺諸国での紛争が絶えず、特にチェチェンのイスラム過激派によるモスクワ地下鉄爆破テロなどが多数発生していて、公共交通機関を狙うテロには非常に敏感になっていたよね。ところが、小泉氏はそのことはスルーして、ロシアは情報収集への意識が高いというニュアンスで紹介しているんだ。まあ、当時のロシアが置かれた状況を鑑みれば当然のことと思われるし、それから10年以上経った今でも市民による通報が反プーチン派取り締まりの手段の一つとして継続しているものと考えられるよ。小泉氏自身はわかりやすい解説や正確な情報分析、ユーモアセンスや茶目気がある人物で、ファンも多いようだが、この番組で伝えた情報に関してはその信憑性を疑う声もあるようだな。軍事専門家の中には、ウクライナ軍の南部における反攻は、ヘルソン市を一気に奪還するといういわば電撃作戦ではないと指摘する人も多いようで、前述の小泉氏は、反攻に失敗したらウクライナ軍が崩壊すると懸念しているようだけど、ここまでの経緯を見る限り、南部の反攻は電撃奪還作戦ではなく、ハイマースや M270、マース2などの誘導型多連装ロケット砲システムを使用し、前線のロシア軍部隊後方の補給路や弾薬庫、燃料庫、兵器などの集積施設を攻撃しつつ、ロシア軍を自ら撤退させる方針には変更はないと見る向きが多いんだ。現状、ドニプロ川以西に展開しているロシア軍は、ドニプロ川に架かる橋がウクライナ軍の攻撃で大型車両の通行が不可能になったため、ここ1ヶ月ほど満足な補給が受けられない状況だし、結果として弱体化し、士気は低下していると見られ、ウクライナ軍が防衛線を突破したというより、ロシア軍が防衛線を放棄して撤退したのではないかと推測する意見もあるよ。小泉氏の言う、5本の攻撃軸でヘルソン市に迫っているが、1本しかうまくいっていないのが事実だとしても、攻撃がうまくいっていないのではなく、自分の被害を最小限に抑えたいウクライナ軍が時間をかけて慎重にロシア軍を追い詰めているというのが事実ではと思われるぜ。ウクライナ軍は、ここでロシア軍に強引に攻勢をかけて万が一失敗した場合には大損害を被ることになるし、そうすれば、今までなんとか持ちこたえていた戦線が崩壊することもウクライナ側は痛いほどわかっているはずだよね。南部戦線での反攻に関しても慎重に動いていたことを考えれば、小泉氏が指摘していたようにウクライナ軍主力が壊滅するといった状況は起こらないと思われるよ。もしウクライナ軍が崩壊するとしたら、アメリカや北大西洋条約機構NATO諸国などからの最新型の兵器供与がなくなった時だろうという見方が多いみたい。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。